怖すぎる。はい、どうも皆さん、こんにちは。動画ぶっとっつです。この度動画再生していただきありがとうございます。この動画アニメリアクション動画となっております。必ず今回とらつかアニメ本編をご覧いただき、一緒に再生してお楽しみください。というわけで、今回は日暮らしの泣く頃に第3話、こちら見ていきたいと思います。よろしくお願いします。前回、この作品がですね、どうもリメイクじゃなくて続編だよっていうことが明かされる回としてね、突然最初からなんか羽生っていう女の子みたいなのが出てきて、初見の人たちを完全に置いてきぼりにするようなね、流れでお話が始まったんですけども、まあ、それでもね、今回の日暮らしが初見の人でも見れるようにはなってるよっていうことも、まあ、コメントとしてあるみたいなので、まあ、そこにね、すがりつつ、僕は見ていきたいなと思ってます。皆さんはね、もうすでに日暮らしのシリーズ見てる人たちはいると思うんです。そういう人たちはね、僕のリアクションを見てない、今までのシリーズ見てない人が、その初見でも大丈夫だよって言われた側で見るとどんな感じで見ていくことになるのか、そこら辺のリアクションをね、ぜひ楽しみながら見てもらえればなと思います。そして僕と同じように、今回この日暮らしが今まで過去に人気があった作品だから、今回初見で見てみたいなって思ってた人たちは、まあ、僕と一緒にね、同じようなリアクションで、どんな風にその初見の人がリアクションしてるのか、仲間がどんなリアクションしてるのかみたいな感じで楽しんでもらえればなと思っております。でさっきね、ちょっと羽生って誰みたいな話したんですけども、前回の2話の方の振り返りになるんですが、まあ、その羽生っていう女の子がちょっと大きくなったリカちゃんの前に突然、前回冒頭現れて、なんか100年では足りなかったのみたいな会話とか、なんか残りがなんとかとかって、もう訳がわからない会話をしてたわけですよ。で、まあそこから導き出されるのは、結局リカちゃんっていう女の子がそもそもケイちゃんじゃなくてリカちゃんが主人公であって、まあさらにはあの雛見沢において、もう何回も何回もそのリセットみたいな感じで世界線戻ってっていうか、まあ、記憶を持ちながら戻って、でまあなんとか正解のルートにたどり着いてゴールしたんじゃないかなっていう会話もあったんですよね。なんか勝ち取った未来とかっていう話もしてたんで、で勝ち取った未来って話してた割には、結局だからあの大きいリカちゃんがあそこに戻されてるっていうことは、その勝ち取った未来においてリカちゃんが何かまた殺められるような事態があったのか、それとも雛見沢のそのクリアしなきゃいけない内容に何か不備があって、結局もう一回やり直さなきゃいけないことがあるのか、まあなんか雛見沢のルールみたいな話もしてたので、まあいろいろとね、前回情報がいっぱいあったんですけども、まあ、それをね、リカちゃんを全部駆使できそうなので、まあ今回また新たに、まあリカちゃんが、まあどんな形でこの雛見沢で過ごしていくのかっていうのを見ていけばいいのかなっていうふうに僕は感じてるんでしょう。どうなんでしょうね。まあ、冒頭以外にもちょっと気になったところとしては、まずケイちゃんが、自分がその人を殺してるシーンの、まあ、プレイバックみたいなのを見てる、そのリセットして戻るのはリカちゃんだけなのかなって思ってたんだけど、ケイちゃんにもその記憶の残滓みたいのが出てるっていうのは、あれがどういうことなのかもまずわからない。でオープニングがエンディングみたいなところにミヨンみたいな女の子が2人いるっていうのも出てきてる。でこれは多分僕の予想だけど、ミヨンもそんないいやつじゃなくて裏で暗躍してて、まあケイちゃんとかの前に一人出てる間に一人が裏で行動するとかっていうことを、いいとこ取りのようにね、裏で、まあ、目撃証言とかがあっても、まあなんとかごまかせるような感じで動いてんのかな、街のためにとか思ってるんだけど。でまあレナももちろん、あのナタ持ってる時の狂気のシーンの顔からして、あの子も問題はありだと思うんです。で聡子ちゃんに関しても何かしらあるんだろうなっていうのは、家庭環境系ね、まあ、特にレナと聡子ちゃんは家庭環境がなんか問題あるなっていうのも、そのオープニングとエンディングから見て取れた。あとオープニングとエンディングで言えば、カレンダーがすごい強調されてて、その6月の22日、まあ、その日にちに何かがあるのかなっていうね、ここで全てが終わるみたいな日付なのかな、まあ、一番最悪で注目しなきゃいけない日なんでしょう。まあ、そこら辺はなんとなく予想しております。でまあ、また話は物語の方に戻って、前回ラストの方で富竹のおじさんが消えてって謎の女に会いに行ったんですけども、まあ、その時にリカちゃんが富竹に対して、まあ、なんかね、名残惜しいような感じを出してたので、まあ、今回富竹のおっさんは死んじゃうのかなみたいな。で富竹のおっさんはやっぱ悪いやつではないんだろうね、あのリカちゃんの対応を見てると。まあ大体そんなとこでしょうかね、前回の2話で、疑問になったりしたところなんかは。まあ、とにかく初見で頑張ってついて
ていくためには謎に思ったこととか疑問に思ったことはなんとかね一つずつ拾って、皆さんと一緒に見ていきたいなと思ってるので、今回は、プチホワイトボードとペンを用意して、何かね気になった点などは、メモしていきながら、見ていければなと思っております。ただリアクションに夢中になってこれができるのかちょっと正直わからないんですが、まあ、初見はね初見なりに、楽しく、今回の日暮らしのシリーズ見させていただきたいと思っております。皆さんも録画したものもしくはビデオオンデマンド使ってぜひ一緒にお楽しみください。まあ、イメージとしてはね日暮らし好きの人たちが、まあ、日暮らし見たことないやつを家に呼んで見させるみたいなね、見させる相手が僕みたいな感じ、そいつがどんなリアクションするんだろうみたいなのを楽しむみたいな感じで、ぜひ僕の動画視聴していただければなというふうに思っております。それでは行ってみましょう。はい、それでは3話スタートです。まだあれか、演舞中か。リカちゃんが頑張っております。そしてケイちゃんはそれを見て、なんだその表情は、何を思ってるんだろう。これなんだ、飛んでるの、これが綿なのか。でリカちゃんはもうすでに多分いろんな記憶を持ってるから、やってる行動は全てそのハッピーエンドに向かっての行動なのかな。もうとにかく僕は初見勢として、まあ、これをね過去の作品を見ないで楽しめるよっていうこともあった中で、じゃあ初見の人が本当にこれを見たら、まあ、これしか見ないと、まあ、どんなリアクションになるのか、まあ、そこら辺をねぜひもうすでに過去の作品からね全部追っかけてる人たちは楽しんでもらえたらなと。あ、そういう風に理解しちゃうんだとか、あ、やっぱそこ知らないとそう考えちゃうよねとかね、まあ、そんな感じで見てもらうほかないっす。もうどうやっても話数的に今のそのリアクションしてる本数もあるし、もう見てここに追いつくことができないので、まあ、とにかく僕はこのなんとかねこの今やってるこの新しいものだけでいろんな推測推察して楽しんでいきたいなと思っております。さあ、もうリカちゃんが主人公だったっていうのはめっちゃ驚いたけどね。ケイちゃんじゃねえのかよっていう、なんだこの破片は、あれも意味があるのか、もう全部疑っちゃうわ。お疲れです。リカちゃんこう見えてさ、精神年齢的にはもうだからもう百何歳くらいだってことでしょ。まあ、まだこっからが本番なのね。ああ。灯籠流しみたいなもんだ。流しちゃっていいのかな、川に綿なんて。え、何それ、それお腹どこ。ちょっと気になっちゃった。守り神、いやーもう何が出てきてももう驚かないよ。神様とか出てくる可能性もあるのかな。あ、それがあの羽生なのかな。ちょっともう本当に、だって羽生って子出てきてないもんね。あと富竹のおっさん大丈夫かな。前回のあのリカちゃんの挨拶からすごい気になるんだけど。いやーもう全然日常的なアニメに見えるんだけどな。あ、無事じゃん、よかった。あ、まだあの女の人と野暮だぜ。ん？誰？リカちゃん？リカちゃんか？違う！レナ！何？どういう表情？6月20日。
カレンダーがちょくちょく入るのも覚えておいた方がいいんだろうね。え？ニューキャラか、ここに来て。誰？ずいぶんお腹の恰幅がいいね。暑くありません？いやいやいや、自己紹介もなく。あ、警察？なんだ？あれ？もしかしてやっぱりもう死んじゃったのか、あれから。昨日見たもんね。女の人といたとこ見たじゃん。あ、この人この人。いや、レナ怪しいな。あのレナ。あのなんかよどんだ目で見てたじゃん。なんで富武さんが殺されなきゃいけないんだろうな。やっぱカメラマンだから、実はこの雛見沢の取材みたいな裏で暗躍してたのかな。たたり、あのレナたちが殺してるんじゃなくて、そういうたたり系の、親知らず様、そんな悪いことしてくるの？たたりとかやめて。はい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 、例の事件だ。まだ一本見つかってないってやつね。そう、右腕だ。てか犯人ね、出たー、まだあった。それは関係あるのか。いやいや怖い。いや、おかしいでしょ。いやいや、闇深すぎこの村。あ、バットで。誰だ殺したの。バットって言ったらケイちゃんなんだけどな、俺の中では。いや、そんな偶然ねえだろ。4年連続の殺人って。同じ町でさ。やばいやん、それはやばいやん。毎年誰か死ぬわけね。それが富武さんなんだ。え、女の人も。じゃあもうその人も犯人じゃないってこと。ってことはもうレナちゃんでしょ。だからリカちゃんがね、ああいうポンポンみたいなしたんだね。明らかにやばいじゃん。てか毎年そんな事件が起きてて、いまだにさ星上げれてないのね。村ぐるみの穴はもう間違いないね、これは。てかその毎年殺人事件というか人が死ぬならさ、警察とかさ、もっと配備しとけよ。
いや、これでケイちゃん危険になるじゃん。いや、もうミオンとレナちゃんのことは言っといた方がいいんじゃない？あのちょっと怖いさ表情で知らないって言ってるんだし、違和感感じてるでしょ。ほらほら、いやいやいや、ちょっとはちょっと感じろよ、前回の違和感。その割に学校まで来るかね。車で学校に来るかね。そう思うなら歩いて家にも来いよ、大石さん。うざ、もう絶対死ぬじゃんこの人。もう絶対死ぬよ大石さん。ここまでは一緒なのかな、いつも。どこら辺から毎回変わってくるんだろう怖いゲームしてるね、この子たちが怖い子たちだと思うと犯人はレナ、意味深、いろいろ勘ぐっちゃうわ。さとこちゃんはいい子であってほしい、親が変なだけで。リカちゃん、リカちゃんは中身違うんだよね、けど感づかれないようにそうしてるんだよねきっと。この左側の2人はやばそうだね。もう本当にここだけ見てるとな、何も起きそうにないのに、なんてほのぼのとした BGM 流すんだよっていうとこからこれだもんねいや、あんな話聞いたら寝つきも悪くなるよ。21日、あれ22日がやばい日だったよね、あのエンディングで血まみれの部屋に。いや、やめて、さとこちゃん、遊んであげなよ。何？あ、そっかそっか、とうとう広まっちゃったね。寝たふりか、ケイちゃん。鬼隠し、鬼隠し、なんかもういろいろとわかんない言葉がいっぱい出てくるもう目立つんだよ。もうちょっとさ気をつけてきて、バレたくないならすごいね、こんな田舎っぽい場所にはこんなとこある大石さん、いい年してキモいぞ。いいよ、教えて。だから結局そういうことにして町の人たちが何かしてるんでしょう。
そういうのさすがに出てこないよね、鬼とか。本当にそっち系だったら怖いんだけど。何があってももう不思議じゃないわ、あのリカちゃんのあの2話の冒頭見ちゃった。そいつも？そう見せかけてるだけ。どうして毎回片っぽ消えてんの？懐かしいオタクがいるね。ってことは富武さんかさっきの女の人、どっちかは見つかるんじゃないか、死体は。でどっちかは見つからないままになるんじゃない。スプーンで。そうそう、そういうことだわ。知らない。そこの違和感分かってるでしょ。そうだね、そうだね。てかなんでこの大石さんはケイちゃんに聞きに来るんだろう。もうそんな怪しんでるならミオンとかレナに聞きゃいいじゃんさ、町の人に。もうやってあんのかな、そこらへん。そして22日ですよ、もうこの日でしょ、きっと何か起こるなら。あー怖い怖い、そんなこと聞いちゃっていいのか。おーおーおーおお、やめとけ。やばい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 、怖い怖いよ。二重人格かってくらい怖いよ。雑誌のこと？やばいやばい、知られちゃまずい、怖い。めちゃくちゃ詰め寄ってくる、やばっ。レナ？レナちゃん？頑張り物語って何言ってんの？物語シリーズみたいなこと言ってんじゃねえよ。いや、レナのはめちゃくちゃ闇深そうだぞ。いや、オタクのおかげでね、涼しいよね。ゾッとするよね。何これ。もうレナちゃんもう完全にアウトじゃん。もう学校行きたくないよ、あんなこと起きたら。もうしつけえな、なんだ今度は。いや、おかしいだろ、本屋から電話かかってくるって夜中に。何を？あ、え、何何？ぜひ。え、そうだったっけ？なんで？
真ん中だしね。やってるね。いやまあそれはもう妥当でしょ、あの顔。なんだなんだ、やばい、やばいじゃん。だって1年前に転校してきたんだろ、なんでそんな知ってん。あ、それなるほど。じゃあもう昔から知っててやっぱ関わってんだよね。じゃなきゃおかしいもんね、たった1年で。あれはあの感じはね。でケイちゃんの両親は大丈夫なんだよね、さすがに。この人たちは敵じゃないよね。なんでそんなこじゃれた。え、なんで。え、どういうこと。え、いやいやいや来てないよ。じゃあ襖越しになんか聞かれたんじゃない、今。しかもレナーの話してたし。まずい、まずい、聞かれた、怖い。どこ、誰、レナだよね。やば、タイミング最悪じゃん、あの多いし。聞いてた、間違いなく。怖すぎる。目、何その肉食動物の獲物を狙う目みたいな。え、もう終わりやんかい。しかもけど22日でしょ、この日になんか起こるんじゃないかな。だからまだ1日経ってないし、ケイちゃん大丈夫。いや、レナちゃん何者。レナちゃんが実行犯ってことでいいのかな。いやーもうみんな怪しいんだけどさ、リカちゃん以外は。この子ね、この子もよくわからない。僕には本当にわからないことが多い。もう全部見りゃわかるんだろうけどね。これもね、このイラストもすごい意味深なんだよね。何なの、なんか町のお偉いさんなのかな、あのリオン、ミオンの家は。で、さとこちゃんはこれ多分お父さんで、多分性的になんか被害とか暴力的なものかどっちか受けてるでしょ。で、レナちゃんはお父さん叫びたりで、で、お母さんのあれ持ってるでしょ。で、ケイちゃんはなぜか、あ、けど、ケイちゃんがミオンを殺してたのは、あれは自分の守るためなのかな、自衛というか。この町がやばいから、襲われそうになって、冒頭のあれは倒してたのかな。だから、レナが結局、もともとはこの町の人で、で、一回茨城に行ってる間に狂ってて、学校で問題を起こして、そこでまたそのお社様の話が出てくるじゃないですか。まあ今んとこレナちゃんが限りなく怪しいんだよね。ただまあこの3話までを見てる内容で考えると、まあミオンちゃん、
あとはもう一人のミオンちゃんっていうかまあそこら辺も間違いなくやばいやつら。まあお社様っていうものはいないで、そのお社様っていうもののせいにして鬼隠しっていうそのね片割れが誰、まあ、行方不明になるっていうのも、けど間違いなく多分それも殺されてどっか行ってるんだろうね。でそのいなくなってるもののうまくせいにして責任逃れというか、そっちに目をそらしたりして、まあ、毎年その邪魔な人を殺してるんじゃないかな、その綿流しの時に、まあ、今回はそれが富武さんとあの女の人、この村に住んでる女の人だから、あの人がねいまいち説明なく終わっちゃったんだけど、だからあとはどっちがこれから見つかるかだよね。でなんだかんだまたケイちゃん目線でいろいろ物語は進んでるんだけど、この裏でリカちゃんは一生懸命いろんな動きをしてるっていう風に思っていいのかな、まあ、あとはあの大石って警察は使えねえわ。学校を訪れちゃったりさ、結局見られてるし、しかも電話してくるタイミングもクソじゃん。もうこれでケイちゃん殺されちゃったらさ、もう絶対大石さんのせいなんだけど大丈夫なの？そもそももう4年連続くらいでさそういう事件が起きてんだったらさ、もっとさ、ほんとさっきも言ったけど祭りの日になんとかしろよ。怪しいと思ってるやつら目星つけてさ、全部警察が張り込むというか尾行するとかさ、それくらいしてくれないと困る気がするんだけどな。いやただただお社様っていうものを使っての町ぐるみの犯罪なのか、まあ、実際にお社様っていうものがあったとしていたとしての、まあ、人の手で殺めてない部分のホラー的要素もねどれくらい入ってきてるのかがちょっと僕には分かんないですね。ただこれがアニメで仮想の日本を舞台にした純粋な殺人もののアニメってわけではないのを理解してるんですよ。結局あのリカちゃんと羽生っていう子が出てきた2話の冒頭で、だから僕からするとここにいつどんな理由でいきなりねそのダークファンタジー要素っていうのかな、なんて言ったらいいのかちょっとわからないけど、その非日常的な、ね、要素が飛び込んでくるかもわからないから、そりゃ予測はできないよね、まあ、これを見てる人の中にはこれだけ見てて面白いかみたいな意見もあるかもしれないけど、正直これだけ見てても面白いっすよ。いやそれだけ引き込まれる何かは確実にこの作品にあるし、毎回その終わりまでにこの1話1話の中でみたいな、それどういうことどうなんのみたいな部分かなり多いんで、まあ、そこら辺を突き詰めていくと全然この作品は確かにこれ単品で見ても面白いです。ただ間違いなく全て見てきてる人の方が多分面白いし分かることも多いんだろうなっていうのは理解してます。はい、というわけで、今回日暮らしの泣く恋第3を見させていただきました。今回のエピソードに対するコメント、僕の推察やリアクションに対するコメントお待ちしております。それではまた来週日暮らしの泣く恋第4話でお会いしましょう。以上動画ぶっとつがお送りしました。バイバイ。